じゃあ今回これからね、うん、じゃあちょっとドミニオンの方に話戻りますけど、はいはいはい、最初に訴えたドミニオン、うん、これはすでにジュリアーニと、うん、パウエル弁護士を訴えましたよね、はい、実際ね今度ドミニオンがこれからまだまだ訴えますぜっていうリストを実は漏らしてきてるんですよ、はい、漏らしてきてる、はいはいはい、すでに。でこれあの外に出てきた中で、はい、こういうものです。名前が出てきました、うん、はい、YouTube 側に対してですね、はい、これドミニオンが、うん、ここの人たちのこの動画、うん、今名前上がってますけど、はいはい、こう動画、うん、この人たちの動画全部撮っといてって YouTube 側に言っております。あ、なるほど。削除しないで、証拠としてね、はいはい、削除しないでって。これだって日本もまずいんじゃないの、これ下手するとまずいですね。 YouTube 側に撮っといてって言われたら、はい、散々嘘拡散して、はい、今で先ほどのマリア・バルティロも入ってますよね、はい、でパトリック・バインとか、はい、ジョン、ルードブス入ってます、はい、でジェナ・エリス、うん、ジェナ・エリス入ってますよ、はいはいはい、これはあの弁護士ですね、ジュリアニと一緒に出てるあの女性の方、はい、それとですねこの赤線僕引いてます、うん、エポックタイムス来ました。エポックタイムスやっぱり入ってました、うん、基本ね日本の、情報の、うん、8割ぐらいエポックタイムからの引用だった感じじゃないですか。今回日本のその通りでございます。人たちが、はいはい、引用してた、はい、エポックタイムによると、そうです、ね、大企業によるとっていう、まあ、いや だから大企業によるとって言わないじゃないですか。あ、言わない、ね、言わないで言わないで言うパターンですね。あ、確かにね、はい、まあ、こういう情報がありますって、はい、全部エポックタイムに書かれてたことだ、はいはいはい、もう一つじゃあ、次これびっくりなんですけど、うん、まあ、ニュースマックス、マイク・リンデル、グレッグ・ケリー、はい、入ってるんです。シドニー・パウエル、はいはい、いろいろ入ってますね。もうオールスターですね。オールスターなんですけど、うん、ここね、うん、トランプ大統領個人も入ってるんですよ。なるほど。はい、いやこれやるのかっていう話ですね。トランプは自分では嘘つかないように、はい、出さなかったけど、はい、ツイッターがやっぱちょっと犬笛的だったっていうところでやられるんですかね。どうなんですかね、はい、犬笛って認定できないじゃないですか犬笛をもとにこれは示唆したんだっていうのはこれ裁判は難しいはず、まあ、まあそういうことなんでしょうね、はい、リーンウッドもこれ入ってます。リーンウッドはだって相当やばいじゃん。もう相当これはまあシドニー・パウエルと一緒にね、はいはい、だいぶ大々的にやってたんでなんですが、僕はちょっと個人的にトランプも行くのかということで、うん、まあ前々からそういう噂はありましたけど、はい、リストとしてトランプが言ってたことも保存してくれって YouTube 側に言ってるっていうことはドミニオン側が。なるほどね。これはね、まあ、でもこれから分析してね、はいはいはい、もう証拠はいくらでも上がってますんで、はい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 、彼らにとってはだからまあやりやすい裁判っちゃやりやすい裁判ですよ、はい、彼らにとってはね。 Q の支持者の方が証拠は山ほどあるんだというふうに言ってたんだけど、ね、言ってました。トランプが逆転できる証拠は山ほどあるんだって言ってたんだけど、はい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 、逆になっちゃいました。逆ですね、はい、まずいことになりましたということですね、うん、はい、まあ、そういうことがまあいろいろ今起こってましてですね、うん、まあ、戦々恐々となっているという状況です、はい、僕ね、うん、こういう僕の立場をちょっとはっきりさせておきたいんですけど、はい、やっぱりね、一番、まあ、僕は気持ちよくないなと思うのは、うん、やっぱりこういう名誉毀損によってやんなきゃ、うんうん、やっぱ言論が変わらないというか、うん、まあ、偽情報って、まあ、一瞬流してもいいですよ、まあ、政治的な話として、はいはい、うん、ただここまで今回のような11月から12月、うん、しかも1月までかけて、はい、なおかつ暴力事件まで起こしちゃうとか、はい、テロ事件まで起こしちゃうような、はいはい、嘘の情報をずっと不正選挙があった、不正選挙があったって、不正だったってことをずっと言い続けるでしょ、はいはい、こういうことをやって、うん、本当はそれ違うんだよっていうことで、うん、逆にカウンターの議論をやっぱやって、うん、それで、あ、実は不正選挙なかったよねって話になればいいんですけど、はいはい、アメリカって結局そういうところが、うん、今回特にほら SNS の広がりもあって、うん、抑えきれなかったじゃないですか、この不正選挙なかったってこんだけやってんのに、で、まあ、やむなく訴訟ですよ、はい、しなきゃいけない、うん、これって本当は健全じゃないですよねってやっぱ思うんですよ。確かにね、はい、インターネットがあれば、うん、いろんな条件の話が出てきて、うん、ぶつかって、はい、最後は淘汰されて、正しい方向に行く風にはずですよ、ね、インターネットが出てきた時、インターネット言論が出てきた時、うん、みんなそう思ってたんですよね、はい、ところが、まあ、極端な話を言うと、陰謀論とかわけのわかんない流行が出てきたときに、真実は流行に勝てなくて、その、まあそうですよね。そう、結局書き消されて、そう、あ、面白い方に流れた。そう、その通りですね。正しいと思われる方向で言ってた人たちを攻撃してね、で、おかしな言論の方が、ぐる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 回っちゃって、で、行ってしまう。っていう、その何かな、テレビ新聞が間違ってるからネットだと
集合地で最終的に正しい方向に行くって言われてたのが行かなかったっていうのが今回の選挙で非常に分かったわけじゃないですか。そうですね、もうここ20年、うん、インターネットが出てきてね、はい、言われてた幻想が、ま、もうはっきりこう打ち砕かれたという状況じゃないですか。なので僕はやっぱり言論の自由っていうのは僕は本当に大事だと思います、うん、はいはいはい、なんですけど、うん、言論の自由は置いておいてですよ、はい、フェイクニュースやっぱ流しちゃうと、うん、嘘情報デマ流しちゃうと、はい、だって不正選挙だったっていうのは嘘じゃないですか、はい、これ、まあ、しっかりあのいろんなあの、うん、州ごとに全部確定してるし、はい、共和党の人間もこう見てて、うん、これはあの大丈夫ですっていうふうに、まあ、反抗してやっぱりやってるわけですから、うん、はい、それはやっぱりいつまでも不正不正ってこうずっと言ってるっていうのは事実に反したことなんで、それを、まあ、ほらスマートマティックがとか、はい、ドミニオンがっていうか、うん、言い続けてると良くないですよね。でね、今、はい、この構図が出てるんですよね。あ、そうそうそう、それです、それです、これです、はい、これは、はい、言論の自由とフェイクニュースってあった時に、うん、フェイクニュースを言ってた人たちが、うん、まあ、デマですよね、デマを出してた人たちが、それはフェイクニュースだったから、うん、間違いだから、うん、あの訂正すべきっていうふうに今言われてるのに、いや俺たちは言論の自由を言ってるんだと、そう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 、俺たちをなぜ攻撃するんだっていうふうに言い出してきてる。あ、今言ってますね、はいはい、そうだから被害者になってきてるんですよね。そう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 、散々だん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 今まで加害者で、はい、あの加害者って言ったらあれだけど、うん、フェイクニュースを散々言ってきて、うん、真実を言ってる側の人間を攻撃するような感じのこともあったんだけど、うんうん、まあそれは置いといて、ところが今でもフェイクニュースなのに、うん、それを間違いだったって言わずに、はい、いやこれ言論の自由だから、そう今は言論の自由の問題だっていうふうにイシューの取り替えをしてるんですよね。そうそうそう、それ自体はあなたが今まで言ってたことって、うん、やっぱ嘘、フェイクニュース、まあ僕はフェイクニュースってことはあんま好きじゃないですけど、うん、言い古されてるんで、はい、でもやっぱ嘘というかデマだから、ね、デマでだったじゃないですか、はい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 、デマやってた発信してた人たちが、うん、いやそれ真実じゃないでしょって批判された途端に、うん、被害者ポジションに入って、そう言論の自由が脅かされてるのは許さんということ、はい、まあ、僕もだからそのツイッターのやり方とか、うん、はい、あの Google のやり方みたいにそうやって削除するとかって僕はあんま好きじゃないですよ、うん、はいはい、いや僕も自身もやっぱ言論の自由は、の場は残した方がいいと僕も思ってます、うん、ところが、それが拡散されて、うん、訂正しないっていう状況でいけば、うん、嘘つきが薬毒になるんだよね。そう、だって嘘つきの方がえっと思うから再生数も伸びるし、うんうん、拡散のスピード早いんですよ。確かに、ね、とんでもない、だってとんでもないこと言えば言うほど、うん、広がりやすいわけですから。そういうことですね、はい、だからそれを言って得するっていうことを許していいのかっていう、ね、いやでも実際今回得してた人めちゃめちゃいるわけじゃないですか。めちゃくちゃですよ、はい、だから我々なんか本当、はい、被害ですよね。なんか言ったらめちゃめちゃ低評価つくわ。本当と言ったら叩かれるわ、はい、広告代金は下がるわ本当もうろくでもないですよ、はいはい、そういう状況でしたよね、うん、はい、なので、まあ、それで僕ら商売としてね、うん、これをどうこうどうこうっていうことじゃないけれども、はい、ガセネタ言った人間が得になるっていうこと自体、うん、本当に問題だと思いますよ。いや本当ですよね、はい、なので今、うん、私の今まで、まあ、不正選挙があるって訴えを言ってるのに、はい、うん、逆にそういうことを言えなくなっているとかね、うん、なんかもう反町みたいなことを言うやつがいる、言いたいことも言えないみたいなことを言うやつが今出てるんですよってそうそうそう、はい、それでもそうやって言論の自由にが脅かされてるっていうのはこれあなたはデマ流してたでしょっていう、はい、そこはねやっぱ反省しろと、そこをいうことなんですよね。ポイントをずらしてるんですよね。あ、ずらしてますね。そう、これはいかんない。ボイズにしちゃってるんですよ、うん、ボイズにしちゃってるんですよ言いたいことを言えなくさせてるっていう形に今されてしまってるというところですよね。これはね、これは本当に第二次大戦の日本の敗戦の後に、うん、総括しなかったんですよ。アメリカから東京裁判されてぐちゃぐちゃになって終わったんですよ。で、日本国内でどれは良かったけどどこはダメだったって反省しないまま、日本はそのまま昭和終わってね、平成になって、
もう反省しないんですよあのもうちょっとな誰かを傷つけることはやめようっていう形になって、はい、でもそれは良くないよねって、まあ、本当はねまた戦争したって勝てないでしょ、はい、そうですね、はい、うん、そうそうデマは表現の自由と違うんですよはい、デマは表現の自由って言ってる人いるんですかいやでもデマはデマですからね、デマはやっちゃいけないことじゃないですか、ね、あれそう本当ですよね、はい、ということなんです。あのだから今言論の自由って言ってる方はいっぱいいらっしゃいます、うん、はい、ただ僕はそれはちょっと待てよと、その前にあなたの言ってることはデマだったんじゃないですか、うん、ということはちょっと、うん、あの言わなきゃいけないのかなと思いますよ、はいはい、なので、バイデン政権はね、はい、インチキ選挙でとか、うん、ほらあるじゃないですか、はい、そういう、バイデン政権はインチキ選挙で成立してるとかね、はい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 、あと暴力で成立した社会主義政権とか違法なクーデターやって権力を手に入れた政権だとか、その違法なクーデターってのはよくわかんないですよね。クーデターじゃないじゃん、そうそうそう、はい、だし、まあ、あのバイデンは家族ぐるみで中共から買収されてるとか、うん、まあ、そういう中共のスパイだとかそういうのが中心になって、うん、はい、るところを一個も訂正しないままね、うん、進むっていうのはね、いやー、うん、ちょっとね、そう、もうかなり問題かなという、まあ、日本はでもそういうのをなんか、まあ、もう終わったことだから、うん、なんか安倍あのつべこべ言うなみたいなことになるのかもしれないですけど、あ、そうそう、それが信頼性の話ですから、あの、このドミニオンの話とか、はい、今提訴が裁判始まったよっていうこととかをやると、はい、もうやめた方がいいとか言う人いるんだけど、はい、いや、そうじゃないでしょうと、うん、これを反省しなかったら日本の言論ってそうもう全然進んでないし、はい、むしろマイナスじゃないの、水に流すなって話ですよね、本当ですね、はい、水に流しちゃいけないですこれは、はい、でですね、僕も結構ね言われました、うん、はい、去年のクリスマス前後とかにね、うん、結構動画でね、うん、チクチク言われてたの僕ちょっと見たんですけどね、うん、はい、あるところでですね、うん、パウエルたちをおかしな人だと言って、うん、ケタブリをやってるとか僕言われたんですよ。あ、僕らの番組がやっぱり、あ、俺も入ってんの、いや多分入ってるでね、そうかわいそうだねと思ったけど俺も入ってる、はいはい、人を決めつけるやり方だと、うん、はい、だパウエル弁護士って僕たちほら、はいはい、パウエル弁護士の言うことは信じれないって言ってたじゃないですか、あ、信じれない、そうそう、信じれない、要するにこれは決めつけだと、はい、つまり、はい、パウエル弁護士が言っている、うん、はい、議論、はい、彼女が訴えてることの中身を見ずに、はい、うん、はい、かなり断定してパウエルおかしいっていうことを我々やっぱり言ってたわけじゃないですか、うん、はい、番組で、はい、まあ、実際僕訴状とか見ましたからね、あ、そうそう、おかしいってね、もう全然おかしいんですよ、だから書いてることはパウ、まあ、あの時点で我々パウエルって金じゃねっていうこと言ってましたからね、まあ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 、でそれを言ったら、はい、いや、そういうね、人を決めつけるやり方は共産主義者のやり方だとかみたいなこと言われて共産主義者に言われたので違う、違う、ケタクリやってると、ケタクリ、決めつけるやり方だ、はい、これ、はい、決めつけるやり方ですけど、うん、実際におかしかったじゃないですか、はい、パウエル。おかしかったです。結局、はい、そんな全然成立しないのを無理やり裁判にぶつけて、うん、全部4回か5回、はい、玉砕じゃないですか、はいはいはい。玉砕に次ぐ玉砕を裁判でやってるにもかかわらず、はい、未だにまだ私は不正の証拠があると思ってる。あんたそれ、裁判所に、ね、そう、うん、裁判所にアクセプトされないじゃんっていう話ですよね。そうですね、はい。はい。という話とかですね、うん、まあ、まあ、いろいろ言われたりとかですね、はい、都合の良い事実だけ取り上げて、それに合わない事実をフェイクだと断定するのはけしからんみたいなこと言われた。僕ね、はい、言いたかったら、はい、一人で言ってりゃ別にいいんですよ。ところが、あ、僕が、まあ、あの時から大統領選からずっと危惧してたのは、はいはい、同じ視聴者なんですよね。僕らの番組も見てるし、向こうも見てるっていう視聴者、だから保守系だと思ってたりするから、はい、だから、はい、同じ視聴者たちが混乱してたし、うん、それをなんかやっぱ訂正してもらわないと、そうやっぱ視聴者を混乱させてそれで終わらせてるっていうのはすごい問題だなっていうのは、ね、そう、トランプが軍へのアクセスができてないと、下克上が起こるかもしれないとか、はいはいはい、全然そう、ほら、起こるかもしれないって言って、うん、そういう可能性があるって言って検証せずにそのまま流すんですよ、うん、はい、でそれ、あれ、先週軍へのアクセスができないから下克上が起こるって言ったじゃんっていう話なんですけど、それはもう次の話題に移るみたいな、はい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 、あれね、うん、いや、本当そういう嘘の、まあ、デマですよ、はい、デマ情報そのまま持ってきて、しかもね、よく言うのが、いや、僕は聞いた情報をそのまま向こうから聞いた情報を流してるだけですからはい、はい、向こうの中枢から聞いた話をっていう、はいはい、じゃあその中枢どこだよって話、そうそうそう、ああいう方々 の、うん、共通の特徴があります、はい、情報ソースを絶対に言わないんです、確かにね、でそれが一つ、あとね、うん、文書という形で、うん、情報を引用しないんですよ、はい、全くその情報源の
文書とか、うん、まあ、記事とか、はい、そういうものを全く示さないという、うん、いや本当たち悪いんですよ、検証できないからっていうことですね、はい、いやそのデマあるじゃんかっていう話で、はい、じゃないですか、うん、じゃあそのデマの情報源のソース見せてよって言うと、うん、いやなんかソースかとか言って騒いでるあいつらみたいなことを言ったりとかする、はい、いや本当ね、あの立ち悪いですよね、もう、はい、僕、うん、ほらどうしてもそのじゃあその情報源どっから来てるのかっていうのを知りたいんですけど、はい、教えてくれないっていうその人たちは、確かにね、はいはい、いやいかんですよ本当に、まあ、はい、結局ドミニオンだったりする、ドミニオンとかそういったクラーケンとか、うん、そういった話の元はあのエポックタイムだったりする、うん、したんですけど、ね、はい、命かけてるとかそうそうそう言うんですよ、はい、もうやめてほしいです、まあ、ちょっと本当にね、うん、これあの日本の言論があの言いたい放題で間違い訂正しないで、うん、いろんな波状攻撃でもいろんなところに進んで我々はもうそれでいいですよっていう状況を許していいのかっていう、そうそうそう、今市販プリですからね、そうトランプの話とか、いや、うん、トラさんとか梅さんとか言ってる人たちいっぱいいますけど、うん、あのいやトランプの情報とバイデンの情報でしっかり情報があって根拠があるんだったら、うん、そんなまま普通にいやいいじゃんって話、はいはいはい、動画にしようよって話なんですよ、うん、なぜかしないんですよね、はい、はい、なんかねやたらと隠語にしちゃうっていう、はい、やめましょうそういうのは、はい、本当に、はい、ということですね、はい、はい、戦略がね、はい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、はい、もっと分かりたいと、はい、人のために戦略の改造、そして未来予測、ね、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります、はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております、そしてルトワックの理論ですね、はい、はい、あのこれは何度も言ってますけど、はい、不要処方で、一番売れてる売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデターにもそうです、ね、こちらになりますけどね、はい、こちらですよ、そして、はい、トリプルインベージョン、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、はい、はいはい、トリプルインベージョン、まあ、あのヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれ持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫氏と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、奥山さん売れてますけれども、はい、もっと勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただけたら、究極はこちらでございます、まあ、なるほどね、はい、まあ、あの地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はい、いろいろ地政学的にって番組でいろいろ話してるけど、はい、ちょこちょこ間違ってるんですよね、はいはいはい、でそれをちょっと正したいなということで、和田さんもこれほら音声一緒に作ってるから、そうなんですよ、はい、だからそうなんですよね、はい、ちょっと残念なんだけども、僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ。残念じゃないじゃないですか。弟子筋になっちゃうんです。弟子筋になっちゃうんで、そうなん、割とあのこの人地政学間違えてるなって思うんですよ、はいはいはい。奥山理論とちょっと違うなということは分かってしまう。はい、そうですね。そうなんです。はい、はい、そういうことです。